はい、どうもタンタンです。今日はこちら DCT のウクレレご紹介いたします。 DCT のこれちょっと久々に入ってきました、UKS の2152というソプラノサイズでですね、こちらサテン仕上げで、このボディの材料、これねフレームマホガニーなんですよね。メイプルっぽいちょっと白っぽい木を使ってるんですけども、これ一応マホガニー材で、しかもフレームのマホガニーを使っている、そんな一本でございます。バックなんかも綺麗に出てますね。すごくやっぱ甘い感じの音色ですね。といった感じの、またやっぱりね、アカシア系の材料とはまた違う、フレーム出てますけど、やっぱりマホガニらしさが非常によく出た甘い、優しい音色をする一本かなと思います。なかなかねこの入門用ぐらいのこの価格帯ぐらいで、こういったねちょっと、いわゆる濃いね茶色っぽい色、アカシアとか普通のマホガニとかね、あんな感じの色味とはまた違う雰囲気で、こう人とちょっと被らないような雰囲気のウクレレを欲して1本目欲しいななんて考えている方にはちょうどいいもの1本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら DCT からですね、 UKS の2152というモデルですね、フレームマホガニーボディのソプラノサイズでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。